速に仏の教えも色濃く浸透し、神仏集合の歴史を重ねました。この演目鵜飼の舞台は甲斐国、今の山梨県です。鵜飼は古くからある漁法で、鵜という鳥に魚を取らせて後から人間がいただいてしまうという独特の漁法です。旅の途中の僧たちは日暮れ時、年老いた鵜飼氏を見かけましたので、殺生を諭しました。ところが目の前に現れていたのは、殺生禁断の禁制を破り咎めを受けた老鵜飼氏のさまよえる亡霊であると分かりました。旅の僧たちは慈悲の心で念仏を唱えて供養すると、地獄の閻魔様が現れて老人が地獄行きを許されたと伝えます。仏教の教えと救いがテーマとなっています。では能の一部を姉妹でご覧ください。見に来て